皆さんこんにちは、プロレーサーそしてテストライダーの丸山博史です。はい、 NSTV アシスタントのとりちゃんこと高梨レイラです。はい、今日もですね、はい、串谷三鷹店さんにやってまいりました。はい、さあ前回に引き続きですが、今回は、はい、今回はですね、私たちは、フルオーダーでレーシングスーツを注文しているのでまだ完成はしてないんですけれど、はい、途中経過というか最終的なサイズ調整に今回は、うん、こちらの店舗に来たので、で、まあ、私もちろん初めてですし、うん、丸山さんも前回作った時はイージーオーダーって聞いてるので、はい、やったことないんですよね。そうですね、串谷さんではやったことがなかったので、はい、まあ、初めてね、うん、もう一度サイズ調整ということで、うん、来てみました。はい、だいぶ経つんですけどね、うんうん、未だにまだね、そのね、作る過程をね、うん、まあ、経験しているので、はい、ちょっとそれをね、うん、皆さんにも経験していただこうかなと思って、はい、ちょっとこちらの映像をご覧ください。どうぞ。これコブまでついてると思うの？あ、はい、全部ついてます。で、丸山さんのご要望として、はい、こうやって立ってる状態が多いから、前身をちょっと楽にしてくれって言われてるので、はいはい、してるんですけど、はい、まあ、若干、まあ、ここ突っ張ると思うんですけど、まあ、このぐらいの感じで良さそうですかね。膝の位置も大丈夫そうですね。はまってれば違和感ないです。あ、そうですね。意外とですね、はい、きっちり作るんですね。ピタッと、ね、はい、ピタッとした方がちょっと緩いですね。つまみましょう。これ作ったやつ、これどうなるんですか、最終的に。あ、それはまたバラしてまた再利用です。あ、バラすんだ。バラすこれを元に革を裁断するんです、また。ひえー、そのためにこんなにきっちり作っちゃう。そうです。へえ。そう考えるとフローターが安いんですよ。いいです。大丈夫です。はい、で、これで。はい、お願いします。ありがとうございます。女性のスーツってぴったりしてるのがやっぱ綺麗なんですよ。ダブついてるよりは。2センチです。2センチ、はい。ありがとうございます。ここで立ってみます。どうしよう。そう。すごいんですけど。ちょっと太ももの。太もも気になります？ちょっと伸ばしましょうか。そしたらすいません、はい、太もも周りだけ、はい、最後に、うん、測らせてもらっていいですか、もう一回最初に。あ、抜いて、はい、わ、はい、かりました。はい、かな、はい、ですね。あとはシルエット綺麗だと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうでした？すごかったすごかったレーシングスーツのなんか元となるものを着てきましたけど、ああやって細かにね、一個一個もうスーツを着た時のように調整して、工程が多すぎて、なんかイージーからステップアップしてフルオーダーになると、なんか安いと思う、普通に作業量を考えれば。なんか本当にお店としてはなるべくだったらイージーで済ませたいぐらいだけどね、うん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 、フルオーダーにしましょうって言われるのはある意味お得だよね、うんうん、本当にね。いや、楽しみですね、うん、はい、さあ、うん、やってみましたが、すごかった最後までまだ調整でしたね、うん、本当に今日来ても、うん、私結構ここを詰めましょうか、ここちょっとサイズ少し取り出そうかとか、あとできるだけ、ね、うん、スマートに見えるようにウエストもっともうちょい最後詰めましょうとか、本当に親身になって、うん、最後の最後までやりますね。まあ、もちろんね、そのための、まあ、今回はね、仮縫いというのをやっていただいたんですが、はい、もちろんね、何もしなくてもバッチリ合う人もいるかもしれないんですが、うん、でも最終的にはね、こう作った時にやっぱりぴったり、うん、ぴったりに着てもらいたいっていう思いがね、こういう作業をね、何回もやっぱりやるんだろうなと思いますし、うん、まあ、その分ちょっと時間がかかってしまうのはね、はい、仕方がないかなと、うんうん、我々注文したのが昨年の、うん、年末で、年末ですね。私たちの今のところ現状の期としては夏8月半ばぐらいを予定しているので、はい、まあ、やっぱ半年以上、ね、かかってしまうってところがフルオーダーとしてはネックなんですけど、うん、ただその分期待度もかなり高まりますね。そうですね、やっぱり、まあ、これからねモータースポーツをね始めようと思う人は、まあ、今なければいけないって言ったらね、なかなかやっぱりフルオーダーにはねいかないかもしれないんですね。だって、冬の間にね、うん、来年走りたいなとか、うんうん、そうなったらやっぱり最初はね、吊るしであるとかイージオーダーのつなぎとかっていう風になっていくんですが、うん、はい、何度かこうレーシングスーツをね、うん、
体験してきたものにとってはですよ、うん、一生やっぱりね付き合っていくのに、うん、ずっとレーシングスーツをねこうやって着てきてると、はい、なるべくぴったり着たいなっていう思いとともに、うん、お店の人もやっぱりねかっこよく着てる姿をたくさん見ていただいた方が、うん、ゆくゆく良いというふうに思ってるみたいですね。確かに串谷のスーツ作りたいってみんなの憧れになるのはやっぱそういうとこから来てますよね、うん、私ももう昔からですよ、うん、まだレースを始める前から見ててもやっぱり串谷さんのつなぎのやっぱり後ろ姿がスマートでかっこよくてね、うん、特に女性の後ろ姿の串谷のスタイルはすごい良かったんで、うん、あれを見るとやっぱ串谷いいなっていう思いはありましたからね。そうなれるってこと私がそれは出来上がってみないと分かんないけど、はい、いやでもね間違いそこは間違いないと思いますよ、うん、でもその分なんていうか手間をかけてるというかね、妥協許さないって感じ、うん、さっきの仮縫いの時にもうちょっとつまんで、うん、後ろがねお尻が垂れないようにしたいからここちょっとつまみますかっていうのと、うん、前傾姿勢取った時に、うん、あやこのぐらいはやっぱりあった方がいいかなっていうのをう、ね、なんて言うんだろうな単なる寸法じゃなくて、うんうんうん、やっぱり人が見てもらって一生懸命作ってくれるっていう思いね、うんうん、そこがやっぱり大事にしてんのかなっていう、うん、だからうん手間暇かけて大変なんだけどそこは予算の問題ではなく、うん、やっぱりゆくゆくかっこよく来てもらいたいっていう思いが、うん、この長い時間かけて作るっていうのがフローダーっていうところかな、うんそうですね、うん俺もねだから誰でもフローダーを進めるわけではないんだけど、うん、やっぱりねフローダーにはフローダーの良さがあるなっていうのは、うんうん、ちょっとこうやって一緒に、ね、作ってみると ね、 ありますね思いますね。俺なんか本当にね、うん、吊るしでいいね俺多分吊るしで大丈夫、切れますよね、大丈夫なのよ本当は。だけどね、うん、モータージャーナリストでありテストライダーである私がですね、はい、かっこよく着てもらいたいなっていうのを言ってくれて、うん、いやいやいやここ詰めましょうとかっていうのをね随分言ってくれたんでねうん、うんまあ、それはそれでこう甘えちゃおうかなと思いますけどね、うん、立ってる姿もいいけど走ってる姿もかっこよくないとね、はい、あでも走ってる姿は随分訓練してますからね今ねかっこいいライディングフォームをね、うん、そうプラスそういったところもね考えてね、はい今作らさせていただいたんでね、うんもしねなかなかフローダーっていうのはね、うん、そんなにやっぱ多くないらしいですよね。そうですね、まあ、基本的にはやっぱりするしイージーオーダーが基本らしいですよ、うんはい、だけどどうしてもそのフローダーまでも行ってみたいっていう人においてもね、うんこれはウィズミの方でもね、はい、一緒にねこうやってレーシングスーツを作る付き合いをね、うんまあ、やっていきたいなと思いますんで、はい、もし作りたい人がいたら、はい、お問い合わせはい、NSTV 宛てのアドレスに、うん、動画の詳細欄の方に記載しておきますので、うん、そちらにお問い合わせください。ちなみにですね、イージーオーダーですと、うん、約、吊るしの値段からプラス2万円でできるんですけど、フルオーダーだとプラス6万円で、うん、高いなって私は最初、まあ、高いなっていうかフルだとそんぐらいするよなって思ったんですけど、うんうん逆に今日来て安いなって思いました。その手間暇を考えるとね、はいうん、お店の人も、うん、なんかこれフローダーにしちゃったら、うん、うちらの手間暇増えちゃうなっていうのが、うんまあ、やっぱり意外とそこまでやるんだなっていうね、うん、思いなのかな。だからフローダー採寸ねいろいろやって、うん、吊るしをねそのまま来て、うん、おにぴったりお似合いですよって言われるよりもお店の人に、うん、お客様フローダーかなって言われたら、うんお得だよ多分、うんうんうん、もうラッキーと思った方がいいぐらいの感じかもしれないね、うん、はい、まあ、そんな感じで、ウィズミーのレーシングスーツも作れますしあと普通の、前回の動画で説明したイージーオーダー串谷さんの一般的なイージーオーダーも請け負っておりますのでぜひレーシングスーツ作りたいな串谷で作りたいなって方は MSTV 宛てにご相談ください。はい、これはですねなかなかねやっぱレーシングスーツってまあ、世の中のね普通の一般の人にはなかなかね手に入れるのがわからないと思うんですが、うんまあ、全国串谷ショップさん行けばね、はい、もちろんそれができるんですが、モーターステーション TV としてもね、これから先と走る人たちに向けてなるべく入り口はね増やしておきたいしその相談の窓口としてもやってるのでね、はい、これはうちにもちろん来ていただければ我々も一緒になって、作るのをね、はい、お手伝いさせていただきますということでこれはこれで全国のね串谷ショップさん、うん、いろんなところにありますから、うん、そこをねちょっと扉を開いて中に入っていけばそのね、うん、
制作過程に触れることもできると思うので、はい、これからと思ってる人はね、ちょっと一歩足を踏み入れていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで今回は、串谷フローダつなぎのですね、はい、まだ制作過程でございます、はい、本当に出来上がった時はまたお知らせいたしますので楽しみにしててください、はい、以上、今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ただいま NSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。動画の制作スタッフも募集しておりますので、詳しくは動画の詳細欄をご覧ください。